はい、休日を捧げよう、トモローズ佐藤裕二です、今日は、はい、これですね、はい、ギブソンの、はい、J45 ですね、ギブソン J45 とですね、この J45 はあの第1回の HD35 と、比較した時と全く同じやつなんで、説明は省きます。はい、そしてさあ私は誰でしょうというところで、こんな感じのギターですね。はい、あ、なかなか濃い木目のいいですね。はい、はい、これはですね、はい、マーチンのトリプル O の28、トリプル O 二八というやつですね。はい、これも私持っております。今日は、J45 とですね、トリプル O 二八の弾き比べ動画をお届けします。はい、それでは早速、J45 から弾いてみましょうか。はい、そして、マーチントリプルOの28です。ということで、ギブソンの J45 とマーチンのトリプルOの28、弾き比べしてみました。マーチンのトリプルO 28はですね、第1回目に紹介した HD35 と比べるとボディが小さいですね。小さいので音も、そんなに大きくなくて小さめです。で、低音があまり出なくて、高音がねすごく綺麗に聞こえますね。はい、で、マーチンの HD35 第1回目に紹介したギターはいわゆるドレッドノートと言われる、一番ね大きな音がするタイプですね。ボディも大きいんです。で、これはその下、トリプルOという型ですね。で、この下にもう一個ダブルOってもう少し小さいね、型もあるんですが、まあ、ちょうど中間ぐらいで、大きい音も出るし、ね、あの高音も綺麗に聞こえるという感じで、まあ、比較的あの録音とかにねとても向いてるんじゃないかなと思います。ドレッドノートでドーンと録音するとね、ちょっとあの低音が出すぎて後でちょっと低音をカットしようかななんてこともあるんですが、これで録音するともう撮った音そのまま使えるというようなそんなイメージで、とても重宝しております。はい、そうですね、これローズウッドのとても綺麗な
木目ですね。濃いです、濃い木目でとても素晴らしいですね。このギターは、1993年に作られたやつですね。もう今から、30年ぐらいもう作られて経つんですね。まだまだこれからいい音が鳴っていくんじゃないかなと思っております。はい、で J45 と比べるととても抱えた感じもすっぽりね、とても私の体にはちょうどいいサイズだなと思っております。ただネックの太さがね、厚さといいますかナットの長さが、J45 の方がちょっと小さめなんで、手が小さい人とか、まあ、J45 の方がこの辺は弾きやすいのかなという気もしますが、まあその辺はもう好みですし、上手くなるとねどんなギターでも上手に弾けるようになりますよね。私も頑張ります。はい、でトリプル O の28でこのギターじゃないパターンで、エリック・クラプトンモデルっていうのもありますね。もうすごくギターで有名な、プレイヤーでエリック・クラプトンという方が使っているのもこのタイプなんですが、エリック・クラプトンタイプというのも売られています。そっちの方が材質とかはねこだわって選んでるみたいな話も聞きますが、そっちの方がですねまたこのネックの大きさがちょっとこのタイプエリック・クラプトンモデルじゃないタイプのギターよりちょっと大きめに作られていてですね、まあ僕は割と小さめが好きなので、小さいこっちのトリプロ28を買ったというような感じですね。本当になんか小さくてもう本当ちょうどいいぐらいのドレッドノート、すごくねライブとかではドレッドノートとてもいいなと思うんですが、家で弾いたりですね、録音するときには、トリプル O の28とてもいいですね。はい、おすすめです。はい、ということで、ギブソンの J45 とトリプル O、マーチントリプル O の28、弾き比べしてみましたが、じゃあお前はどっちがいいんだということになるかと思います。当然どっちも好きですと、そういうことになりますよね。本当どっちも本当素晴らしいギターで、まだまだ弾き込んでいきたいなと思っております。じゃあまた、紹介するその日まで、じゃあねー。